ギリシャ王国、アルファー・シグマ・ラムダ・イプシロン・イオタ・ニュータウ、ラムダ・ラムダ・デルタ国の標語、ラムダ・イプシロン・ウプシロン・シータ・イプシロン・ロー・アルファー、シータ・ニュー・アルファ・タウクグツ。事実上は、ディミトリオス・ヨアニディス。ギリシャ軍事政権は、1967年から1974年まで、存在したギリシャにおける軍事独裁政権のことである。1967年4月21日、 ギリシャ軍の将校が放棄して政権を掌握した時に始まり、1974年7月24日、亡命していたコンスタンディノスカラマンリスが帰国して新政権を樹立し終焉を迎えた。1958年のギリシャ国会総選挙において共産党が支持する民主左翼連合が第二党に躍り出た。この結果には与党である国民急進党、これまで 第二党を担ってきた中道諸政党も驚かざるを得なかった。そのため1961年10月に行われた総選挙では左翼が躍進することにより共産主義勢力の復活を恐れた右派勢力によりありとあらゆる選挙妨害が行われ悪名高い暴力と疑瞞の選挙と化したがこれは 冷戦構造の中、周りを共産主義国家に囲まれており、アメリカの地中海戦略の一端を担う国であることが原因であった。しかし、このような選挙妨害にもかかわらず、中道諸政党が合流した、中央同盟は33%の得票を得、政権交代が可能な第二党と化した。このため、中央同盟党首、ゲオルギオス・パパンドレウは民主的な再選挙を要求して、 不屈の闘争を宣言。中央同盟と民主左翼連合は選挙が不正であったとして街頭でデモを行ったが、これを主導していた左翼の国会議員グリゴリス、ランブラキスが暗殺されたため、それまでの国民急進党政権は方向性を見失った上に、コンスタンディノス・カラマンリス首相と親ナチス的で評判の悪かったフリデリキ王妃との確執も表面化するなど、 ギリシャ政局は一気に不安定に陥った。全国規模に広がった民主化要求のために1963年11月再選挙が行われたが、恩恵な改革政策を唱える。中央同盟はギリシャ王室とアメリカの支持を得た上で世論の支持を集めて勝利を収め、左派の協力を得た上でパパンドレウが組閣し、カラマンデスは国民求心党党首を辞するとともに、 フランスへ出国した。翌1964年2月には再再選挙が行われ、中央同盟は絶対多数の議席を得て、中道単独の政権が樹立された。パパンドレウは、政権掌握後、国民的和解を挙げて、内戦時代から収容されていた政治犯の釈放や、東側諸国との関係改善を進めた。しかし、こうした動きに対して、ギリシャを、 地中海東部における共産主義の防波堤と考えていたアメリカやギリシャ軍部の右派勢力は苛立ちを隠せずさらにキプロス問題が常にパパンドレウ政権の背後に忍び寄っていたそのため軍部内の右派は中央情報局と協力してアスピラ事件にお鉄造パパンドレウの息子アンドレアスがそのリーダーであるとして中傷作戦を開始したしかしアンドレアスは 当時、不逮捕、不基礎特権のある国会議員であったため、アピスダ事件の容疑者として捉えることはできなかった。アテネ、1960年代こうしたことから、パパンドレウは軍の粛清を起とし、ガルハリス国防省や参謀長の鋼鉄を国王コンスタンティノス2世に上奏したが、国王はこれを拒否した。パパンドレウ政権発足のしばらく後、 パウロス一世の崩御で新たに国王となったコンスタンティノス二世とパパンドレウは関係があまり良くなかったが、このことで対立が決定的となり1965年7月にパパンドレウはコンスタンティノス二世に辞表を提上、国王に情報ない市議会解散を迫る政治的かけであったが、逆に彼の辞職が国王に利用され、中央同盟所属ながら応答派の国会議長、 ゲオルギオスアタナシアディスノバスを一本釣りする形で首相に任命した。しかしこれは逆に中央同盟主流の態度を硬化させ、アタナシアディスノバス内閣は国会の信任が得られぬまま大臣に追い込まれる。ついでパパンドレウ政権の内相だったイリアスチリモコスに国王は組閣を命じたもののチリモコス内閣もわずか1ヶ月弱で国会から。 不信任を受けて辞職するなど危機は収まらず、ギリシャ国民は、アスピラ事件は、軍による政治介入であるとして、70日間運動を展開、各地でデモを行った。同年9月、パパンドレウ政権の副大臣を務めていたステファノス、ステファノプロスが、チリモコスや、ノバスなどの中央同盟離脱派、カラマンリスの出国後、パナギオテイスカネロプロス元国防相が率いていた。 国民急浸党の支援を受けた上で組閣した。これに猛反発したパパンドレウは集会で即時の議会解散と総選挙を要求、左翼の中には君主制の廃止や革命を訴えるものまでも出始めた。このため1965年9月国会で内閣信任投票が行われたが辛くもステファノプロスは勝利を収めることができた。しかし、 ステファノプロス政権下のギリシャはストライキが相次いだりして海外の投資家が資本を引き上げるなど一年半続いたといえどもこれ以上の長期政権はもはや期待できない状態であった。1966年4月には外相として入閣していたツリモコスが辞任。1966年末には国民急進党も内閣への支持を取り下げた。そのため、左翼、 右翼両方からの支持を失ったステファノプロス政権は総辞職に追い込まれた。ステファノプロスの公認には1964年の最初の4ヶ月間首相の職にあったイオアニスパラスケボプロスが命じられたがアピスダ事件に関連してパパンドレウが国会議員の不逮捕不起訴特権を選挙期間中に延長することを提案。これをカネロプロスが拒否したため 主要政党らの関係が悪化し、第2次パラスケボプロス政権も総辞職した。コンスタンティノスに世。これを受け、カネロプロスとパパンドレウの間で会談が持たれ、1967年5月28日に総選挙を行うことが決まり、カネロプロス率いる選挙管理内閣が組閣された。そして、総選挙で中央同盟が勝利することは確実な状況であった。 国王コンスタンティノス2世がカネロプロスに1967年5月に行われる選挙の監督を委ねた数日後の4月21日、軍の中堅将校であるスティリアノスパッタコス准将を指導者としてゲオルギオスパパドプロス大佐、ニコラウスマカレゾス大佐らによってクーデターが勃発した。1967年4月21日革命と、 自称するクーデターにおいて、あらゆる政治家や軍首脳、さらには、コンスタンティノス2世に至るまで、完全に隙を突かれた状態であり、全く対応できなかった。そしてコンスタンティノス2世は、文民が閣僚に含まれることを条件に、軍事臨時政府を負傷ながら認め、首相には、元検事総長コンスタンティノスコリアスが、就任、さらに、アメリカもこの政府を事実上、承認した。 クーデターの首謀者はありもしない共産主義者による政権奪取が間近に迫っていたためとして行動の正当化を行ったが、その実彼らはアンドレアス・パパンドレウ率いる中央同盟が政権に復帰して自らが追放されることを恐れたための行動であり、自分たちに都合の良い政府を作ることが目的であった。そのため彼らは政治家たちから協力を得ることができず、 閣僚の多くを官僚や民間人の専門家から起用する結果となった。しかし彼らは共産主義者と目されたものは事実であろうがどうで、あろうが関係なくすべて追放し多くの政治家や反対派らが追放、投獄、軟禁状態に置かれた。彼らが恐れたアンドレアス・パパンドレウはアメリカの強い圧力を受けたため国外退去させ、 父親のゲオルギオス・パパンドレウは1968年に死去するまで自宅軟禁された。クーデターでパパンドレウの政治的実権を奪うことに成功はしたものの内閣の実権を握っていたのは官房長官として入閣していたパパドプロスであり彼の署名を得られないと政策の一つも実行できなかった。こうした実態に不満を抱いていたコンスタンティノス2世は 1967年12月13日に軍の一部と組んで首相コリアスの指示を得た上で逆クーデターを仕掛けるためにキリシャ北部のテッサロニキで王室支持派を集めようとした。しかし陸軍が軍事政権への忠誠を誓っていたため失敗に終わり、コンスタンティノス2世は家族とコリアスらと共にローマへ亡命した。こうして1864年以来続いた。 王冠をいただいた民主主義は終焉を迎えることとなった。国王コンスタンティノス2世による逆クーデターが失敗に終わると、クーデターの首謀者たちは文民政府を装っていた仮面を捨て去り、コリアス政権の国防、そして1968年9月19日により、独裁的な新憲法へ改正し11月15日に形式的な国民投票を通過させた。しかし、 パパドプロス政権への国民の支持は低く、いくつかの反政府活動や暗殺の企てもあったものの、パパドプロスが国内外の投資からに気前よく応じ経済成長が続いたため、これらの活動も組織化されることはなかった。そして、軍事治安警察が活動を行い、反政府活動で捕らえられた者らには厳しい処遇が待っていた。 非民主的行動をとるパパドプロスらに対して、海外でも非難は起こりはしたが、具体的行動に出ることはなく、3、また、国民らはこのクーデターを後ろで操ったのがアメリカで、あると固く信じていた。そして、アメリカのニクソン政権は自らに従順な政府と、みなし、1968年1月に、これを正式に承認、政府への、あらゆる部分での支援を行い、 イスラエル防衛のようとして武器援助も行った。制作、編集軍事政権が権力を握った時、その指導者らは政治的経験がほとんどなかった。しかし、彼らは彼らなりの民主主義を回復するためにクーデターを行ったと宣言していたが、その行動には自信に欠けるように見えることもあった。軍事政権は価格凍結例、年金の増額、土地の再分配、 政府への苦情を二日以内で処理することなど、国民の人気を得る政策を取る一方で、労働組合による集会の禁止、5人以上が集まって集会を行うことの禁止、新聞の検閲と政府発表をそのまま公表することなど締め付けが始まった。さらに、共産主義者らは軍事治安警察により逮捕され、アテネとテスチャロニキには軍事法廷が設置された。 軍事政権自体は立憲的な政治を望んでおり、人身保護に関する憲法の条項を復活させた。さらに、フランスのドゴールに倣って新たな憲法を制定させるための委員会も設置しており、行政府と立法府の分離が図られていたものの、議会は開かれず、無期限定会の状態に陥っていた。さらに、軍事政権は自らを道徳とキリスト教の信託管理者であるとして、 アテネ大主教のクリソストモス二世を解任し、最高宗教会議を解散、軍事政権が新たに自らに都合の良い人々を任命した。少年の挑発や少女のミニスカートも不道徳とされ、教会へ通うことが義務付けられた。さらに女優メリナメルクユリは政府への批判を行ったとしてその市民権を剥奪。作曲家で左翼政治家であったミキステオドラキスの歌は禁止され、 ギリシャ古典演劇までも検閲が行われた。1967年以降はパパドプロスが権力を握ったことにより民主主義を復活させるための行動を取る人々らは捕らえられ裁判なしに放置された。そのため公務員は政府への忠誠宣言に署名することが強制され体制に批判的な上級将校らも次々に退役させられた。しかしカネロプロスは アテネで亡命したカラマンリスはパリで軍事政権の弾劾を行った。1968年11月15日に新憲法が制定されたが、これはパパドプロスラによって国民の人気を得るために設置された憲法制定委員会が結局排除された上で制定されたものであった。新憲法では共和体制を目指すことが記載されていたが、 国王が亡命した際に発行された多くの緊急処置を合法化することに力が注がれており、国王の権限も以前の憲法と比べ、著しく制限された。憲法上では、摂政が国王の権限を執行することになっていたが、権力は首相に集中しており、パパドプロスが支配を確立させるのに役立つものとなった。さらに新憲法には、個人の保障が明記されていたが、 集会の自由、政党の結成、亡命の自由に関する条文はすべて停止され、令状がない逮捕も認められた。パパドプロスは、この処置を改憲令下の一時的な措置でしかなく、ギリシャの再教育が終わり、民主主義が回復されるべき時期が来た時には、復活すると約束していた。軍部においては、軍事政権へ疑わしい態度を取る将校に対しては、徹底的に追放されたが、 政権に忠誠を誓った将校らは特権を得ることになった。そのため、ギリシャではクーデター以来戒厳令が敷かれていたが軍は政治的支配の外に置かれることになった。1969年に報道の検閲は停止され新たな報道規制が布告され、労働組合は数は制限されたもののストライキの権利が認められることが布告された。しかし、 これらは全く守られることなく、時には、恣意的に歪められた。新憲法では、議会が開かれることになっていたが、一度も選挙、開会が行われることがないまま、1970年に、パパドプロスの絶対的支配下で、諮問会議が設置された。さらに1969年には、司法会において、パパドプロスがある裁判に関して、 有罪判決を下すことを要求したがこれに反した判決を行ったとして21人の高等判事や検察官が更迭された。最高裁判所は彼らを復権させたが、パパドプロスは最高裁判所所長を解任、自らの思い通りになる人物を任命した。その2年後、アテネ、ピレウス、テッサロニキを除いた地域は、 戒厳令が解除され、危険な共産主義者50人を除いた政治犯が釈放された。しかし、抑圧は続き、通常は裁判で有罪できないケースでも、行政上の追放などを駆使して弾圧された。そのため、これに反感を持った人々が、反政府組織に参加、反政府組織の勢力が増すこととなった。パパドプロスの台頭、編集、パパドプロスは、 1971年8月28、昭を13章に改変し政府の文献化を図ったが、パッタコスが内務大臣から第一副首相に、マカレソスは経済大臣から第二副首相に名誉職へ棚上げする格好で、クーデターに参加した同僚将校を権力から追った。他の閣僚もすべて辞任、交代させられ、自らの競争相手を格外へと追うことに成功した。 1972年、摂政のゾイタキスは、パパドプロスの私的な権力掌握への動きを問いただす。去に出たものの、逆にゾイタキスは、摂政を解任されるばかりか軍からも退官させられ、パパドプロス自らが摂政職を兼任。すでにパパドプロスは、首相に外相、国防省、教育省をも兼任していたことから、ここに独裁的権力の掌握を成し遂げた。 そのため、町のあらゆる公共の場にパパドプロスの肖像が描かれ、彼の著作集は学校教育において必須の扱いとなった。抵抗運動、編集軍部と餌の活動のため、国民らは沈黙するしか手段はなかった。しかし、ゲオレディオス・パパンドレウ、パナイオティス・カネロプロスらは、公然と軍事政権を批判したため、自宅軟禁状態に置かれた。 1968年11月1日、パパンドレウが自宅軟禁のまま死去すると、アテネの人々はデモを開催し、カネロプロスは演説を行った。1969年になるとカネロプロスは、パパンドレウの公認の中央同盟党首ヨールギオス、マブロスと協定を結び、民主主義復活を求めることを約束した。海外では、パリへ亡命したカラマンリスや、 ゲオルギオス・パパンドレウの息子、アンドレアス・パパンドレウや共産主義者のブリラキスらが、軍事独裁政権を批判したが、彼らは強調することは、消極的であった。軍事政権が、クーデターの際の理由の一つであった、共産党も一枚岩ではなかった。共産党は、国内派と国外派に分裂しており、さらにその中でも細分化されていたため、共産党員の中には、 軍事政権のために活動した者もいた。そのため、軍事政権に対して強く反発しているのは、応答派である右派や、共産党の左派ではなく、中道左派や中道右派らであった。そして、パパドプロス暗殺を試みた者の中で最も、真剣に取り組んだ者として、アレクサンドロスパナグリス注意が挙げられるが、彼は、どこの政党にも属していなかった。1971年9月、 ペニシリン発見者、アレクサンダー・フレミングの妻で、ギリシャ人のアマリア・フレミングが、パナグリス中尉の脱獄に手を貸そうとしたために、これを逮捕、16ヶ月の禁錮を宣告した後、イギリスへ追放した。さらには1972年4月には、ギリシャ学会における抵抗運動指導者、ゲオレディオス・マンガキス教授も逮捕されたが、彼はドイツの大学に席を置いていたゆえに、 西ドイツからの圧力を受けて解放したが、西ドイツ中ギリシャ大使が、ペルソナノングラータと宣告され召喚、交代する事態にまでなった。国際社会の反応、編集ヨーロッパ、編集1967年5月1日、西ドイツ、シュトゥットガルトで行われた、軍事政権への抗議集会国際社会において、ソ連、アメリカ両国は、 軍事政権を排除することを強く求めることもなく、ヨーロッパ諸国も極普通の行為であるとする傾向を示していた。当初、実質的に軍事政権の批判を行ったのは、スカンジナビア諸国、オランダ、ユーゴスラビアに過ぎなかった。しかし九百六十八年、ギリシャ軍事政府が性的に対して組織的拷問を行っているとして、告発を行うようスカンジナビア諸国が、 欧州人権委員会へ圧力をかけると、イタリア人員委員長の下で調査が行われた。これに対してギリシャは調査妨害を行ったが、組織的拷問を行っていることが明らかにされた。1969年になると、欧州議会において、この調査を受けて、欧州会議では、比較的穏健派であったイギリスを含めた各国が、ギリシャの除名を支持した。しかし、北。 大西洋条約機構における重要地域であるギリシャは比較的寛大に扱われ、イギリス歴代外務大臣らを含めた各国首脳らはギリシャの体制が変わることを望むと宣言はしたが、結局ギリシャへの内政干渉は行わなかった。結局、軍事政府は欧州経済共同体、欧州議会、人権委員会などから強い反感を受けていたが、 欧州諸国との関係を大きく損なうことはなかった。アメリカ、編集アメリカは当初は正式な承認こそ行わなかったが、1970年には新大使を赴任させて積極支持に回った。特に、スエズ運河の閉鎖に至った第三次中東、戦争以降、それは著しくなっていた。アメリカとソ連の間で冷戦が行われている現状、地中海東部における、 派遣争いを行わなければならない中、真相的なエジプトの存在や、それに対立するイスラエルの存在からアメリカにとって、地中海東部を抑えるため、そしてイスラエル防衛の基地として、ギリシャが、ナトウに止まることは重要なことであった。そしてムアンマル・アルカザーフィーが、リビアでクーデターを起こして反アメリカ的な体制を、築き上げるとその傾向は、さらに激しくなった。 1971年、アメリカ議会会員はギリシャへの軍事物資の供給の停止を可決したが、アメリカ大統領、リチャード・ニクソンは、アメリカの利益にならないとして、これを拒否。それどころか、ギリシャ系で副大統領のスピロ・アグニューに、アテネを公式訪問させた。1972年9月には、地中海を担当するアメリカ海軍第六艦隊が、ピレウス港で、 母校並みの待遇を受けるとする協定が結ばれたことにより、アメリカ、ギリシャ関係は最高潮に達した。その他の国々、編集西欧諸国を中心に批判にさらされていた軍事政権はソビエト連邦など東側諸国との関係改善に乗り出し、1970年にはソ連をはじめブルガリア、ルーマニア、アルバニアとの通常協定にそれぞれ調印。 1971年にはアルバニア、1972年には中華、人民共和国との外交関係充立に成功した。さらにはエチオピア、リビア、キンシャサコンゴ、中央アフリカ共和国との公式訪問も行った。1972年にはキプロスのマカリオス大主教がチェコスロバキアより武器を輸入し、これには 軍事政権も当初黙認の姿勢だったが、軍事的脅威として圧力をかけ、国連平和維持軍へ引き渡される結果となった。これは、マカリオスの反感を招くことになった上にパパドプロスの施節極まりない外交は諸外国の反発をさらに増加させたに過ぎなかった。軍事政権は、ギリシャ国内の工業化に着手し、1970年から73年にかけては、 実質経済成長率3%を達成、ギリシャは高度成長を成し遂げることとなり、1971年以降の観光ブームにとってギリシャは著しく経済発展を遂げた。しかし、これは1955年から1963年までカラマンリス内閣下で行われた措置の賜物であった。その反面、激しいインフレに悩まされており、 1972年にはヨーロッパ諸国の中で最もインフレが激しい国と化し1973年には30%にまで達していた。軍事政府は海外からの投資に対しては積極的な対応を行っていたが政府内の腐敗により取り消されることもあった。大統領記に描かれた不死鳥テッサロニキ1970年代1973年 オイルショックが始まるとギリシャは、その影響で2%のマイナス成長に転落。インフレ率が上昇。3月アテネ大学では、学生が放棄し、法学部を占拠した。さらに5月、海軍が放棄。これは、失敗に終わり、駆逐艦ベロスがイタリアへ脱出した。パパドプロスは、海軍の放棄に、国王コンスタンデノス2世が関わったとして、避難。 1973年7月29日、国王の敗位と大統領制議会制度共和国の宣言を行った上で国民投票を行い唯一の立候補者だったパパドプロスは大統領に選出された。国賞には軍事政権が象徴としていた副首相が描かれ首相にはスピリドン・マルケジニスが就任したがパパドプロスが全権を掌握する状況に変化は なかった。こうして形ながら民生移管の体裁を取った上で、起死改正を狙って全国の戒厳令を一時停止、大規模な恩赦を行った上で1974年に選挙を行うことをパパドプロスは公約した。これに対して11月、学生らが大規模なデモを起こし、アテネ工科大学を選挙、さらに市民までもが参加したが、これは 陸軍は戦車を投入して、アテネ工科大学へ突入して、鎮圧、700名が逮捕され、負傷者数百名、死者80名が出る流血の惨事になった。この事件は、ギリシャ軍高級将校らの反発を招くこととなった。こと形式的な民主化に反対し、軍事政権の継続を望んだ、軍事治安警察長官、ディミトリオス・ヨアニディス殉将など一部の将校は、 パパドプロス打倒を決意し、11月25日にクーデターを起こし、パパドプロスを拘束、大統領職から追放した。公認の大統領には、フェドン・キジキス中将が、首相には、アダマンティオス・アンドルツオ・オプロスがそれぞれ就任したものの、彼らは、イオアニディスの区別でしかなかった。イオアニディスは、ギリシャ全土への戒厳令を復活させ反対派への抑圧が、 再び強まることとなった。しかし、それまでイスラエルとアラブ諸国の間で戦争が行われていたために、ギリシャの体制が維持されることを望むアメリカの意向で、国内的には昇降状態であったが、1974年3月、イギリスで労働党による内閣が発足すると、ギリシャの軍事政権に対する批判が開始された。一方、ギリシャとトルコは、 1964年に発生したキプロス紛争以来関係が悪化していたところなんとか昇降状態に落ち着いていた。4。しかし1973年10月トラキア西部において少数民族と化していたムスリム問題と11月ギリシャが石油を探査していたエーゲ海東部の大陸法に対してトルコ政府がトルコ石油公社へ石油採掘権を付与したことで悪化し始めた。 さらに1974年1月に多措す、島沖合で、石油、天然ガスが発見されたことでこれは一気に、外交問題と発展、軍事衝突の危機にまで発展したが、これは、NATO の仲裁により軍事衝突の危機は避けられた。イオアニディスはこれに対し、キプロスを威嚇した。キプロスは、この威嚇に抗議したが、イオアニディスは、キプロスのギリシア系民兵であるエオカを支援し、 クーデターによって、マカリオス政権を打倒させた。マカリオスは、んでのところで命拾いはしたものの亡命し、キプロスで1960年に制定された憲法で、否定されていったエノシスが行われる可能性を恐れた、トルコは、7月20日に、トルコ系住民保護を名目に、キプロスへ侵攻、北、キプロストルコ共和国の樹立を後押しした。 キプロス紛争も参照ギリシャもこれに対応して動員を行い、両国はいつ戦火を交えてもおかしくない状態と化したが、実際に戦闘を行う、はずの海軍と空軍が攻撃命令を拒否した上に、アメリカ政府も見放し国際社会にも同調する国はなかった。そのため、イオアニリスが統制していた陸軍と軍事治安警察は孤立する格好となり、ギジキス大統領と、 軍首脳、さらに、ステファノプロスやカネロプロス、マルケジニスなど、首相経験者や諸政党の首脳とで会合した結果、カラマンディス元首相を復帰させて民主化と民政移管が決定した。1974年7月24日午前4時、亡命していたフランスから11年ぶりにギリシャへ帰国したカラマンディスは、満場を埋め尽くした歓喜の声が響く中、 首相就任の宣誓を行った。そして、1974年12月、君主制の可否を問う国民投票が行われ、国民の7割が君主制の拒否を示し、ギリシャ王国は事実上消滅することとなり、ギリシャ共和国が成立することとなった。この民政遺憾をギリシャではメタポリテフ氏と呼ぶ。1975年1月、 軍事政権を担っていた人々は逮捕され、さらに臨時政府関係者はすべて追放された。8月初旬、カラマンリスの政府は、ゲオルギオス・パパドプロスと共謀家団者19名を、独裁政権の樹立、反体制派として逮捕した者への虐殺と、拷問、1973年11月のアテネ工科大学を占拠した学生への残虐行為で、告発した。 大規模な裁判がコリダロス刑務所で行われたが、これはギリシャのニュルンベルク裁判と呼ばれ、テレビ中継はギリシャ国民らに大きなショックを与えた。刑期間中で武装された兵士1名がこの裁判の警備を行い、さらに刑務所に通じる道は戦車が巡回を行った。パパドプロス、パッタコス、マカレゾフラワ死刑を宣告され、イオアニリスは終身刑を7回宣告された。 しかし、後に全員が終身刑に原刑されたが、これは過去の経験が導き出したものであった。さらに1990年、コンスタンディノス・ミトタキス内閣により、軍事政権の関係者に恩赦を与えることが提案されたが、保守派、社会主義者、共産主義者からの抗議があったため、取り消された。パパドプロスは、 ポリガロス刑務所から病院に移された後の1990年に死去し、長期にわたって収容されていたヨアニリスも2010年8月16日に刑務所から移された病院で死去した。ありがとうございます。